日本で最も歴史のある映画会社日活が今日創立100周年を迎え、調布市の撮影所で記念式典が開かれました。日活は日本活動写真として1912年の9月10日に創立しました。ちょうど100周年を迎えた今日、数々の名作が撮影された調布撮影所で、往年の映画スターたちの手形が刻まれたモニュメントが披露されました。こちらが100周年を記念して設置されたモニュメントです。吉永小百合さんら日本映画を代表する人たちの手形が刻まれています。モニュメントには俳優の宍戸錠さんや渡哲也さん、鈴木清純監督など64人の豪華な映画人の手形が並べられています。中には既存のものから復刻された石原裕次郎さんの手形もあります。式典にはおよそ230人の映画関係者が出席し、日本映画の誕生100年を祝いました。なんと58年ここで働いてました。いまだにやってます。これはね、なんでやってるかっていうと面白いからです。本当に映画作るほど面白いものはない。ものすごい感謝の念を持っております。どうも今日はありがとうございました。手形モニュメントは一般公開用にもう一つ作られ、年内に京王線飛田給駅のコンコースに設置されるということです。